この味は。え？なんて味なんだこれは。信じられん。これが味だというのか。何？どんな味だ？なんなんだ一体この味は。おい、どんな味なんで。この味は、まさか。まさか何？まさか何なの？おい、何味だ？ねえ、何味？言葉で聞くより、お前もやってみろ。え、やだよ、俺様は。それお前が舐めたやつじゃん。関節キスじゃん。そんなこと言ったらお前、給食のスプーンとか使い回しだから、学校のやつ全員と関節キスじゃん。給食のスプーンは洗ってるからいいんです。じゃあ何かお前、唇洗ったらキスしてもキスじゃねえのかよ。なんていうかこれ、舌がピリピリする。辛いとかそういうのじゃなくて、もっと特別な刺激なんだ。おい、冗談だろ？銀と鈴のメダルで舌を挟んでるだけじゃないか。金属の味なんだろ？違うのか？銀のメダル2枚で挟んだ時は、こんな刺激はなかったはずだ。鈴のメダル2枚でやった時も感じなかったよ。このビリッとくる感じ。これはそう、まるで。ああ、そうだ、まるで。掃除の時間です。掃除当番のクラスは、体操服に着替え、雑巾を持って各掃除場所に集まってください。班長の人は全員が集まっているか確認して号令をかけ掃除を始めてください。掃除をしていない人は代表から怒られます。止まんなよそこで。まるでなあ。ねえ、何？まるで何？例えが思いつかないんだったら言うなよ。だからお前もやってみろって。ほら、やだよ、それお前舐めたやつじゃん。関節キスじゃん。そんなこと言ったらお前ジュースの缶とかリサイクルするからジュース買ってるやつ全員と関節キスじゃん。でもすげえ可愛いアイドルとかが使った缶かもしれないからおあいこじゃん。おあいこって何？どういうカウント？アイドルが使ってたらアイドルと関節キスじゃん。アイドルが使ったかどうかわかんねえだろ。もっとすげえゾウさんみたいなババアとか使ってたかもしんねえだろ。でもそれはそれでアイドルが使ったやつかもしんないからおあいこじゃん。まるでこのビリビリ電気みたいなんだ。銀と鈴のコインで舌を挟むとすっごく変なピリピリした味がするんだ。銀と銀のコインで挟んでも鈴と鈴で挟んでもこんな変な味はしないのに。ボルターはこの実験からやがて2種類の金属が触れ合うと電流を生み出すってことを発見したんだ。この実験は1円玉と10円玉でもできるけど、コインはばい菌がいっぱいだし人によっては舌が荒れちゃうかもしれないから、やってみるときは気をつけてね。